皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回はトレーニング後の食事でどんなものを食べたらいいのかというアドバイスをですねさせていただければと思います。まずですね、トレーニング後の食事についてお話しする前にですね、一つだけしっかり覚えておいていただきたいのは、増量にしろ減量にしろボディメイクの食事で大事なのは1日トータルでの食事内容です。なのでトレーニング後の食事だけ完璧にできていても、それ以外の食事が適当だと1日トータルで見たらいい食事とは言えませんので、成果が出にくいということになってしまいます。なので1日トータルでしっかりですね、タンパク質の量ですとか、その後炭水化物、脂質の量といったところもきっちりですね、計算をしていただいて必要な量だけ取るという意識で食事内容を考えていただければと思います。トレーニング後の食事で大事なことというのが2つあります。1つ目はタンパク質をしっかり取るということですね。トレーニング中というのは、一番こう1日の中でエネルギーの消費が激しいタイミングです。でトレーニング後というのは体がね、一番こうエネルギーが足りなくてエネルギーを欲している状態なので、トレーニングで傷ついた筋肉をしっかり修復してあげるためのタンパク質はしっかりと補給をしておく必要があります。具体的にどれぐらいかっていうのも、他のね食事とのバランスもあるので、均等にね3食分けるでもいいですし、例えばトレーニング後の食事で、1日に必要なタンパク質の4割ぐらい取ってしまって、残りの6割を朝食と夕食、あとは間食のプロテインで補うみたいな感じで、トレーニング後の食事をだいぶ厚くしてみるっていう取り方でもいいと思います。特にそのタンパク質何グラム以上取ったら無駄になってしまうよっていうことはありませんので、とにかくタンパク質はトレーニング後はしっかり取った方がいいんだっていうことは覚えておいてください。そして2つ目なんですけども、脂質の量を抑えるということが大事になってきます。これなぜかと言いますと、先ほど言ったようにトレーニング後というのはエネルギーが体の中から枯渇していて、一刻も早く体にエネルギーを補充してあげたい、そういうタイミングなんですね。ということは食べたものがなるべく早く消化吸収されてほしいタイミングなんですね。そうなると脂質が多い食事っていうのは消化吸収はゆっくりになります。なのでトレーニング後の食事に関してはなるべく脂質の少ない食事で、タンパク質と炭水化物が中心の食事にしていただくといいと思います。もっとスピードを意識するのであれば、食物繊維も少なめにしておいていただいて、タンパク質と糖質をメインの食事にしていただくと、より早くですねエネルギーが吸収されていきますので、例えばですけども、私が普段食べている食事でいきますと、白米と鶏のささみを茹でたやつですねを焼肉のタレで食べるなんてことをやってますけども、競技者の間ではトレーニング後に大福とか、あとは羊羹みたいな和菓子を食べる人もよくいます。和菓子というのは、糖質はお分かりかと思いますけど非常に多いんですけども、脂質はかなり少なめなので、トレーニング後のようになるべく早くねエネルギーを入れてあげたいっていうタイミングで和菓子っていうのは、実は結構いい選択なんですね。洋菓子だと脂質の多いものが結構多いのであんまりおすすめはできないんですけども、トレーニング頑張ったご褒美に和菓子トレーニング後にちょっとつまんでみようかな、そういうのもいいと思います。速やかにねエネルギーを補給するという意味では和菓子も結構おすすめですので、ぜひ試してみてください。そしてですね、最後にもう一つ言っておきたいのが、よくトレーニング後のゴールデンタイムということを言ってる人がいます。トレーニング後30分以内に一番ですね筋肉が合成されるタイミングなので、そのタイミングでエネルギーとタンパク質を入れてあげることで効率よく体作りができますよというものなんですけども、実際のところはそこまでですね急いでプロテイン飲んだりとか食事を取らないといけないとか、そんなことはありません。ある研究ですと、トレーニング後4時間後ぐらいまでなら食事のタイミングによる影響って大きくないというような結果が出てたり
しますので、特にトレーニングから食事の間を長く空けるメリットはないんですけども、かといってこうトレーニングが終わった後急いでプロテイン飲まないと無駄になっちゃうとか、もうすぐにご自宅に帰って食事を取らないとせっかくのトレーニング無駄になってしまうなんてことはありませんので、ジムにねプロテイン持っていけるんであれば、トレーニング終わった後に和菓子とプロテインだけちょっと飲んでゆっくり帰ってご自宅でしっかりと食事をとっていただくというのもいいですし、逆に減量中であまりですね余分なエネルギーは取りたくない、取れないという時なんかは、トレーニングが終わってご自宅に帰っていただいて食事をとっていただくというのでも十分ですね成果は出ますので、あまりですねトレーニング後のゴールデンタイムというのにこだわりすぎずに食事のタイミングというのは考えていただければなと思います。今回はですねトレーニング後の食事についてお話をさせていただきました。しっかりタンパク質を摂ることと脂質はなるべく抑えていただく、この2点を意識していただいた上で、それほどですねトレーニングからすぐに食事を取らないと無駄になってしまうということもないので、あまりね焦りすぎず、トレーニングが終わったら普通にご自宅に帰って食事を取っていただくという意識で取り組んでいただいたらいいんではないでしょうかというお話でした。他にもですね聞きたいことがあればコメント欄によろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。